は長野インターネットスープです。はい、今あのライブが終わりました。はい、ご紹介をお願いします。はい、山際優子と言います。王子という愛称で呼んでもらっています。王子です。山際さんというよりは王子という方が、はい、まあ、一般的なんですね。そうですね、王子本名を知らない人の方が多いですね。今日はゴスペルの、まあ、歌ということでやったんですけど、はい、ゴスペルに対するこう思いっていうのは何かあるんでしょうか。そうですね、今日は、ゴスペルコーラスクワ、ユニットということで、はい、サンクプレイズという5人の、ユニットで歌ったんですけれども、その母体として、NGP 長野ゴスペルプレイズクワイアというのがありまして、でそこに所属しているメンバーの中から、5人が集まって、作りました。でその5人で、いろんなイベントを呼んでいただいたりして、で歌っています。前にゴスペル、取材させてもらったことありましたけど。ありましたね、 NGP ね。あれはまだ続けてるんですか。あれはまだやってますね。ちょっとコロナがあって、クリスマス、あの時はねクリスマスコンサートに向けての取材いただいたんですけども、まあ、ちょっと大きなクリスマスコンサートはちょっとできなくなったんですけど、まあ、身内の中でクリスマスにはやっぱりゴスペル、ちょっと発表っていう感じでは、毎年やってはいます。まあ、ゴスペルの魅力といえばどんなことになるんでしょうか。そうですね、あのうちのディレクターが、毎回千葉から、まあ、東京の方から来てくれている黒人の先生なんですけれども、まあ、その本格的なゴスペルということで、まあ、それが魅力で入っている人もが多いですね。いや、そうすると結構長いですね。そうですね、本当にこの間数えたら20年以上みたいな、そのぐらいやってますね。まあ、その20年前、ゴスペルに出会った時っていうのがもう感動的で、感動でした。なんででしょうね、今のこの NGP というクワイアの立ち上げの時から入ったんですけれども、まあ、それはお友達のつながりで入ったんですが、まあ、それずっと続けてやってる仲間が今2人とかいますけれど、うん、まあ、今ウエストにいるんですけど、これから次の会場へ行かれるって言ってたんですけど、はい、あ、今日はね、たまたまあのこの後にあのジャズ のコンサート、コンサートというかジャズライブで歌うっていうことでお話しいただいたので、あの今日初めて行く場所なんですけども、はい、姫木平というところの、店で歌いに、ジャズを歌いに行ってきます。忙しいですね。ね、ちょっと歌い方もね、ゴスペルとジャズとも全然違うですけども ね、はい、頭切り替えて行っていきたいと思います。もうオールマイティですね。そんなことないですけど、まあね、求めていただければそれに応じるようにやっていきたいなと思っています。ぜひ頑張っていただきたいと思います。はい、今日は頑張ります。はい、ありがとうございます。ライブの方また行きますので、はい、ぜひぜひお待ちしてます。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。数ヶ月ぶりにあのガッツリジャズやらせていただいて、そうですね、はい、この初めての、ね、メンバーもいらっしゃったんですけれども、
すごい楽しく歌わせていただきました。温かい方ばっかりだったので、あの人見知りな自分もちゃんと歌いました。いやもうずっとなんかやってるかグループかななんて思っちゃうぐらいに、ね、あそうですか、あよかったです。意気投合してました。あそうやってねいただ言っていただけるとあよかったです。いろんなジャズあると思うんですけども、うん、なんか今日はなんか合わせやすい曲だったんでしょうか。そうですね、一応自分も歌いやすい曲を選んで、あの譜面を送らせていただいてだったので、割と歌いやすい、みんなと合わせやすい曲になりましたね。皆さんもあのすごい合わせてくださったので。はい、なるほど。音楽家、森の音楽家っていうんですか、ここは。そうですね、レストラン森の音楽家さんですね。はい、なるほど。今日は初めてということなんですね。はい、初めて来ました。すごいいいところですね。ねえ、また今度ね昼間来て散策したいなと思いました。なるほど、はい、ぜひ頑張ってください。はい、ありがとうございます。今日はお疲れ様でした。はい、ありがとうございます。